G.O.A.T.2007 から2023羽生譲る写真集ファンに送る16シーズンの奇跡日本のフィギュアスケートの巨星羽生譲る選手の29歳の誕生日を祝して JTB パブリッシングからリリースされた写真集が注目を浴びています週間0.7万部の売り上げを誇り12月18日月のオリコン週間ブックランキングジャンル別写真集で見事1位に輝きました この特別な写真集は、フォトグラファー坂本聖氏によって15年以上にわたり撮影された、羽生譲選手の軌跡を微礼にまとめたものです。写真集の概要、GOAT2007 から2023、羽生譲写真集は、ノービス時代からプロ転向後までの16シーズン、54プログラムにわたる羽生譲選手の軌跡を追った作品です。 坂本選氏が国内外の競技会やアイスショーで撮影した10万枚以上の中から厳選された写真300点以上が、微礼なデザインで掲載されています。ファンにとっては、これらの写真を通じて、選手の成長や瞬間の輝きを追体験することができるでしょう。特筆すべきポイント。フォトグラファーのこだわり、写真集には干末に。 坂本選手が撮影時のエピソードや思い出を写真ごとに10ページにわたり収録しています。これにより、長年にわたりフィギュアスケートを撮り続けてきたフォトグラファーならではのこだわりや視点が垣間見えます。これは、写真だけでなく、その背後にあるストーリーにも注目が集まる要因です。誕生日に贈る特別なプレゼント、羽生譲弦選手の29歳の誕生日にリリースされたこの写真集は、 ファンにとってはまさに特別な贈り物です。選手本人もこのリリースにどのように反応するかが注目されており、SNS 上では早くも多くのファンが感動のコメントを寄せています。16シーズンのハイライト、写真集には選手の16シーズンにわたるハイライトが詰め込まれています。これにより、羽生譲選手のキャリアの中での転機や感動的な瞬間が振り返られ、新たなファンを引き込む要素となっています。 オリコン週刊ブックランキングの開挙 GOAT2007 から2023羽生ューる写真集は12月18日月のオリコン週刊ブックランキングでジャンル別写真集で1位を獲得しましたこのランキングは2008年4月7日からスタートしており長らく愛されている指標の一つです羽生譲る選手の写真集がこのランキングで1位を獲得することは その人気と影響力を物語っています。G.O.A.T.2007 から2023、羽生譲弦写真集は、羽生譲弦選手の卓越したフィギュアスケートキャリアを称える素晴らしい作品です。坂本選手の緻密な撮影技術とこだわりが込められた美麗な写真は、ファンだけでなく、フィギュアスケートを知らない人々にも感動を与えることでしょう。この写真集は、選手の成長や努力、 そして瞬間の輝きを捉えたものとして、フィギュアスケート史に名を刻むでしょう。